皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今日は岡優子さんの新曲で女の坂道。楽譜を見ますと高音部がちょっとだけ辛いところがあるのかなと、私には低音がこれでもしんどいな、いや痛み分けということで、ノーマルでまずは1段2段を歌ってまいりましょう。最初の春にはなんと4つが同じ音ですね。これはね、2の音に岡さんもそうなさってるんですけども、拳というよりもビブラート、これをつけてますね。春にで、もちろんうわー、これにもビブラートでいいです。春にはそしてく、早速この左半分歌いましょう。1、2、3、はい。春には散りゆく夜桜に。半拍休んでいよよ、救いですね。本来はその左前の散りゆくのくと同じ高さなんですけども、一旦はここを救いましょう。よーとよーの音とザーが同じ、これは拳です。ザーザーよーざーく、急に下がりますね。そのクとラが同じ高さ、ラーに、まあ、自然にこの一つの拳も入れてみてください。じゃあ4、3、はい。夜桜にでは一段目仕上げましょう。2、3、はい。春には散りゆく夜桜に、秋にはしぐれにこぬ今度は秋には、先ほどと似てるんですけども2の音、これにビブラートをつけましょうね。当然最後の和、はですけどね、これにもビブラート。秋にはそしてしぐれに、そう、1段目と全体的に低いんですけどもね、同じような音符の流れですね。ただし、しぐれにの2の音はどちらかというと黒い丸ですから、ちょっと短めで、そうしないとこうぬと次が出てまいります。しぐれに、はい、じゃあ秋に3、はい。秋には
ょっと難しさが、こぬこぬ、その前に半拍の休みがあります。もう先ほどしぐれ2の2はあまり伸ばしすぎないということを申し上げました。こぬと同じ音でうう、これはスラーがついていますのでね、滑らしながら、でもぬの次すぐに上げないで、まずは同じ高さで歌ってそれを上げる。こぬひとおおひとおお、まあ、いわば演歌の基本中の基本形ですね。拳が、はい、じゃあ三杯の次にこぬ、三杯、こぬひとおお、秋にはご一緒に三杯、秋にはしぐれにこぬひとおお。じゃあ前半仕上げますよ。早くなります。皆さんでどうぞ。3段目、心に張り付く。私さっき拳の位置を間違えておりましてね、本当にダメですね、申し訳ありません。心、いきなり一拍目からです。どうぞ遅れないように。心に張り付く、一つこの音、くの音はご注意ください。張り付くのつとくは同じですね。くうくう、こうなっておりますよ。ご一緒に三、はい。心に張り付く昨日く、張り付く。一旦
段ちょっと上下がって、昨日戻って、昨日いい音はかなりですね。キのノの音にもね、やっぱりこうビブラートがあった方がいいね。キのじゃなくてキのキのね、ビブラート。キのどんどん上がります。おーはーあ、一番高い音、これね短いですけども、はの音が長くて、はーあがあはーあがあがあ、このリズム、あの音と同じ音で、しーしー、また下からのすくいという感じで音がつながってまいります。じゃあ三はいの次に、きのじゃあ三はい、きのはがし、この三段目だけ頭からまいりましょう。三はい、心に張り付く木の葉がし、私は今も生きてきて、じゃあ私は今を、拳が3つもあります。でひとまずね、もう見たらわかるんですが、私はで間を空けましょうね。括弧にある息の息継ぎの記号は、息を継がないまでも歌声は止めようと、そういう記号でしたね。私は今を、参りましょうか、ご一緒に。三はい、私は今を、二三、息。さあ難しいですよ。本来はこれは、作曲家が作ったメロディーじゃないと思います。で私が岡優子さんの歌声を何度も何度も聞いて、間違いなく「い」はこの位置だな、本来の位置よりも早い、本来はこの棒のところだと思いますよ。いきいき、そうです、いいいい、こんだけ落差があります。下からすくってるような感じでも出っ張っています。いきスラーで滑らかに、いきついでに、いてきた、はい、じゃあ戻って、今おにさん、できた、難しいよ、もう一回、今おにさん、生きてきた、このイの音の位置ね、どうぞ正確にしっかり覚えてください。じゃあ私は、ご一緒に三、はい、私は今を
絶賛。はい。心に張り付く木の葉がし、私は今を女の坂道。最後の段は下から一番低い音、上り上り、その次間を空けて下りの、くの音は伴奏がね、この音があります。下、これで覚えたらいいです。結構高いんですよね。下と同じ音で、あ、下、あ、1オクターブですね。だと次の音はとりあえず同じ高さ、そしてスラーですね、優しく滑らすように持ち上げます。下りの、リとのにもスラーがついています。じゃあ左の上三、はい、上り下りの女の坂道。最後女の坂道、女の間を空けます。坂みみみ、これは押し下げの拳、逆三角形の拳。坂みちちちの音は8分音符、まあまあ長いような感じですね。じゃあ女の三、はい、女の坂道、上り、ご一緒に三、はい、上り下りの女の坂道。じゃあ心に、テンポ上がります三、はい、心に張り付く木の葉がし、私は今を生きてきた、坂道。皆さんで心さん、はい、それではね、全体を3番まで、今度は私が1番だけいつものようにメロディを弾かせていただこうと思います。さあ参ります。速さ大丈夫かな
さん、突然に申し訳ございません。久しぶりにギターを持たない、ヘッドホンもしない大戸博士が皆さんへのお願いを申し上げます。なぜここで私が泊まったかと言いますと、昨日出来上がり、本日動画をアップしました。この岡優子さんの女の坂道、早速多くの方がご覧くださいまして、ああ嬉しいなと感じておりましたところ、なんと YouTube さんの方から著作権に問題ありということで、共有という二文字が踊っています。ちょうど私が出てまいりましたその部分から1分1秒の間が音楽著作権に絡んでるから、これは認められないと。共有というのは、例えば著作権を持っている著作権者さんと私が半々ならまだしも、私はもうほとんど限りなくゼロに近い、全部持っていかれてしまいます。これは収益の話ですね。私も皆さんに、歌のお好きな方々にボランティア精神も持っています。喜んで くださるならと、そんな考えもあるんですけれども、そうは申しましてもやはり楽しみといえば収益です。皆さんがご覧いただくその中に、途中に広告が出てまいりますね。それをスキップ、こちらへ出ますかね、これをスキップしますと、まあわずかなお金ですけど 0.0 何円ですけれども、私の収益となり、これが楽しみでもあります。ところがそれが0円になるというのでは、私も何ら意欲が湧きません。そこでこの際、どういうことが起こっているかを皆さんにお知らせし、今後も今までのようには動画を続けていけなくなるという可能性もお話を、あるいはお詫びをしたいと思っています。私は著作権については結構詳しい方で、知る限り YouTube さんと日本音楽著作権協会、つまり JASRAC さんは互いに包括契約という、あの締結をされています。そうしますと、個々に私と、あるいは他の方もそうですが、JASRAC さんと交渉する、あるいはお金のやり取りをするのではなくて、 YouTube さんが一手に引き受けてお支払いいただいている。つまり JASRAC さんは個々の YouTuber に、おい、その楽曲は使っちゃいけないよとか、そういう音がめはなしと、つい最近も、そしてこの動画を始める4年3ヶ月前も確認をいたしました。で、実際に4年ほどはほとんど何ら問題なく動画を撮り続けてまいりました。そしてアップいたしました。ところがこの4月から結構な数共有ということになってしまいまして、私は非常に懐が寂しくなりました。言ってしまいました。このままではいけません。何とかしたいということで、今後私の動画はそれぞれ部分的なものを変更、もしくは一工夫二工夫をして、今までのように皆さんに満足いただけるかどうか、そういう動画が作れるかどうか怪しくなりましたことを今日ここにご報告いたします。また詳細が発表できる時が参りましたらお話申し上げます。どうぞご理解ください。
そしてこの後も今日の女の坂道のキーコンの発表がございますので、どうぞ最後まで動画をお楽しみください。女性の皆さんはこのノーマルちょっとつらいなっていう方はマイナス1、さらにマイナス2も OK ではないでしょうか。男性の皆さんはプラス3もしくはプラス4をお試しください。また新しい月が始まりました。今月も次から次へと素晴らしい皆さんの大好きな演歌をお届けいたします。どうぞご期待ください。ありがとうございました。